プロスピグランプリに長澤まさみさんが出てきたら俺はもう行っちゃうんよ。どうもプロスピナンバーワン芸人の大野たかるです。よろしくお願いします。わがちゃんです。よろしくお願いします。さあ今日も気合入ってますと、入ってますと、もうねこの選手使うのめちゃめちゃ楽しみにしてきました。この選手です。はい、柳田選手です。あります。いやーもうめちゃめちゃ楽しみだった。まあこのセレクションの柳田さんがもうバチバチにかっこいいと、キャプテンにした方がいいんじゃないのオップということでございますけど、まあいやちゃうちゃうと、うん、僕はダルビッシュさんなんだと。よろしくお願いしますがね、まあ、写真はめちゃめちゃかっこいいです。まあ能力もねオールウェイ、まあまあみんなもう知ってるよね。うん、適性もね、センターらしい、守備ライト守備シート、ということでね、アーチコが存在感ということで、まあもう強いということでございます。もう不要不要、もう説明なんて不要。早速称号チャレンジって切り込み隊長つけて、リアタイ、全動地にしてリアタイいきたいと思います。よろしくお願いします。早速いきましょう。お尻の柳田さん、切り込め。いや職人若ミスタートライいやダルビさんやんけ、ピッチャー。さあよろしくお願いします。1試合目ですね、ミスタードライ君、あのドライ君じゃないよね、ただ打率が5割2分6厘ということでめちゃめちゃ強い方でございました。集中していこう。そうオビダルさん、スピアップさせるね、ちゃんと。こういうさ強い人ってさ甘く投げがちなんだよな。取り見ていきたいと思います。まあええでしょ、まあ久しぶりに。はい、ここは四国区ギータいきます。もう早速ホームラン打っちゃうわ、見とけよっていう話。はい、ツーシーム名人だからね俺はっていう。ツーシームかもんですよ。いやーミスってるなこれ。頼むぞ柳田さん、集中。ああないよ。待てめちゃめちゃ打てない。なんでめっちゃ強い。やかさあ、2試合目ですね。ちょっとね柳田さんでまずちょっとバチバチ打っていきたいよ間違いないんよで、ね、うん、やっていこうやと。はい、1番阪神糸井は猛者です。さあ植物ミルクさん、よろしくお願いします。ライト伊藤さんか、愛があるね、伊藤以外だね。さあ柳田さん、広角何も出ずに88、全然パワーとかの、ミート上がらず。さあ集中しろ。もう柳田さん打てる気しかしないんだよ。はい、音でなんか今おかしいと思ったもんちょっとね、こういう試合負けたくないって相手来ました。ボーマンダさん、よろしくお願いします。あのね、ランキング走ってる方でめちゃめちゃ強そうです。はい、ただ俺ね、負けたくないよ。あのセレクションギータの動画だけど、俺この試合はもうガチで勝ちに行きましょう。集中。 OK よ、全然いいよ、見えてるよ。先行だ、こっちの方が。この辺見ていきたいと思います。先行のリオ行かせ。ストレートわずかに外れてボール、ボール先行です。 OK! OK! さあセレクションギーでいこう。セレクションギーでの動画でもあるんよ。さあアーチ存在感いこう。集中、絶対集中。これが1球目。あと2連発とはならなかった。取るの。おい、今日ギーダノーヒットやないか。どういうことやねんこれ。集中。 OK! 勝ちに行く、勝ちに行く、この試合は勝ちに行く、絶対勝ちに行く、絶対だ、絶対なんだ、この試合を勝つのは。俺は絶対に勝つんだ、この試合、集中。OK よ。侍と大谷君が見えてるんよ。正味、侍大谷君が見えてるんよ、俺には。集中。あー、ボールか。まあいいよ、しょうがない。あそこ手出ちゃうのは、あの打てると思ってる方は、イチロー理論で言うと全然 OK。OK、ナイス。あー、ちょっと、まあ、OK、OK、OK、ちょっと配球、もうちょっと、俺の配球で抑えるわ。
俺の金子見てみ。俺の金子待ったなしなんよ。さあ行くぞ。この方、まず金子見えてるかの確認からします。はい、金子確認です。これはまず金子さん見えてないね。金子さん見えてないよ。これ完全に見えてない。これ侍ギータースピーカー保存に了解です。小さい方いきます。まず見えてるのか確認。 OK、 見えてるのかの確認だけさせてもろて。これはいや刺さってる可能性があるな。これこのカットボール、これ全然曲がらないよ。はいはい、強いよ。よし、強い。さあ、ここ、振ってこい。セカンド、ナイス。OK、いいぞ、集中。パリケリ行こう。ここのスプリット振るんよ、多分。あ、振らないか。一球、ここの高速進化。OK、いいぞ、絶対勝つぞ、この試合。20連勝してるぞ、相手。頼むぞ、オップ。いけ、集中。喋んないもん、俺は。二度と喋んない。集中。OK! 勝ちに行くんよ、絶対に。悪魔の藤井投入です。ここで系統に出たのが吉と出るか京と出るかなんよ。ここ大事なんよ。絶対に勝つぞ。え、これ京に出たの？え、嘘だろ。やばいぞこれ。嘘だろ。今日に出たのこれ。集中。集中ないよ、どう考えたって。オッケー、いいよいいよいいよ。パリケーしとこ、パリケー。パリっとこ。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。見えて、危ない危ない危ない。さっきのマグで2分の1当てただけ。センター、センター、うわー、守備 C のセンター、柳田、うん、ゲッツ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 、シャー、20連勝、止めたんよ、止めたんやけど、柳田さんはノーヒットなんよ、ありがとうございました。さすがに、ギータでちょっとヒットは1本打ちたい。終われない。さあ4試合目ですね。有村架純は俺の嫁さん、よろしくお願いします。俺の嫁は長澤まさみなんよっていうね。まああの最初の一言にここで繋がるという伏線だったんよ。まあちょっとね、ギータでやっぱ打ちたい。俺は。うん。ちょっとこの動画落ち作りたいんよ、やっぱり。まあさっきのでも良かったんだけど、落ち的には。でもやっぱりギータのホームランで締めたいんよ、俺は。ギータがパーチン打って終わりたいんよ。156キロがいきなり出ました。この吉野部何？アニマか。セレクションの山本吉野部はもう暴力ですよ、本当に。犯罪者です、あれは。OK! あれ、これダメだ。あー、まあいいや。さあ、ギータ、広角存在感出る、OK。ホームラン打って終わろうぜ、ギータ。頼むぜ、集中。あ、ボールだ。あ、ぶな、ぶな。危なすんぎです。いや、ボールやん。さあ、5試合目です。何試合やんねんと。おい、セレクション聞いてるまだ1本もヒット打てないで、どういうことやねんと。おい、オープン。帰れ。お前もう、帰れじゃなくて、帰れ。いう声が聞こえておりますよ。やっぱ打たなきゃ終われんす、俺の柳田は。俺の柳田は打たなきゃ終わんないよ。さあ、お相手の投手、田口さんですね。了解。さあ、その打球をギータ見せてみーと。集中。ツーシーム狙う、ツーシーム。多分ね、この方、内角のツーシーム結構投げがちだから、俺狙うわ。フォアボールはやめてくれよ。はい、外の変化球わずかに外れてボール、ボール先行です。うん、さあ4球目は何か、おっつけて打ちました。いや、これで打てなかったらもう打っても出なくてもう終わりにします。あ、おピッチャーが変わります。5試合なんで、はい、5試合やってるんで、もうこれで打てなかったら俺失格っす。
ちょっとよくボール見よう。高津さんはあんまり当たってこないからボールはよく見ようね。集中。あー、それはオッケーない。まあ、しょうがない、しょうがない。オッケー、いいよ、いいよ。そこでアウトになったら終わりだぜ。うん、さあ、超、広角も出ず、何も出ず。ございます。ただ、でも打つんよ。オッケー、ギター、ギター、シュッのような足と突き刺すようなスローを一振り見せて輝け柳田。ありがとうございました。